ローデンベルクは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州、シャウムブルク軍統部の市である。ザムトゲマインでローデンベルクに属し、その本部所在地である。この都市は、ダイスター山、ジュンテル山、ビュッケベルクの間のダイスターイコールジュンテル、共和国北部に位置する。連邦道 B442 が、東の B65 号線が、北の市境をなしている。 ローデンベルガー・アウエ川とシュタイン・アウエ川が地域を流れている。地域の西にはアルテ・ローデンベルクと呼ばれる丘陵がある。1974年までは独立した町村であったアルゲスドルフがローデンベルクに属している。隣接する教会の集落、グローベは1834年にはすでにローデンベルクに編入されていた。ローデンベルク周辺地域は前時代から すでにケルト人やザクセン人により入植がなされていた。このため、周辺には、丘陵部もいくつか残されている。ローデンベルクは、市政部の丘陵の名前であるが、この名前は、ロトンを示すものではなく、山の色を示しており、ローテベルクを意味している。現在の表記である、ローデンバーグは1632年に初めて、現れる。それまで、集落名の表記は、 以下のように変遷した。文献上の最初の記録は930年である。この年にシャウムブルク博の前任者が城塞、または防衛塔を建設した。ただし詳しいことはわかっていない。930年に建造された先代の城は名目上、集落の西の、いわゆるアルテ・ローデンベルクに建っていた。ローデンベルクはイスター山中2 0 11世紀に建設されたハイスターブルクに帰属した。水木はシャウムブルク博アドルフ4世によって1228年から1240年の間に建設された。1250年にローデンベルクはフラインウィックボールドに昇格した。1615年にはホルシュタイン博エルンストによって都市圏を授けられた。1640年に夫ッ世の死によって シャウムブルク博火一門が断絶した後、ローデンベルクは、ヘッセンカッセル砲白領となった。これは1648年のベストファーレン条約に明示され、確定された。1718年に発見された光線は広く知られるようになった。1787年にヘッセンカッセル砲白、ビルヘルム旧世がネンドルフに流光線の温泉を開くまで、 ローデンベルクの声援と当時は大いに奨励されていた。1834年に北に隣接するグローベ集落が合併した。ローデンベルク城の議会場1859年11月5日の夕方、ローデンベルクの大ブルワリーで火災が起き、柴叩く間に燃え広がった。夜には市庁舎や刑務所20軒の民家を含む広い部分を焼き尽くした。 城の一部は燃え残った。しかしその後、燃え残った城の壁は、ラーツケラー、草裁判所、御領地の移転、聖園所、バートネンドルフの建設のための石切りは溶かした。石材の持ち出しが終わった時点で残ったのは、議会場だけであった。ヘッセンのプロイセンへの併合により1866年に、リンテルン軍もプロイセン領となった。この軍は、 ヘッセンナスサウ州の会に属し、1932年の行政改革でハノーファー州に移された。協会組織上はローデンベルクを含むシャウムブルク地方はプロテスタントイコールルター派のハノーファー地方協会に属した。1927年から1928年に城で都市圏取得300年を祝う郷土祭が開催された。ローデンベルクは 2004年12月31日までは、ハノーファー行政管区に属していたが、ニーダーザク先週の行政管区はこの時にすべて廃止された。ローデンベルク市庁舎ローデンベルクの市議会は19、議席からなる。遠投と両方、アルテローデンベルクの風車アウトバーン A2 号線のラウエナウインターチェンジ及びバートネンドルフ、インターチェンジは、車ならば数分の距離にある。 電報道 B65 号線と B442 号線により、あらゆる方向への交通の便が良い。最寄りの駅は、隣町のバーとネンドルフにある。車で25部の距離にハノー・ファー・ランゲン・ハーゲン、空港がある。ありがとうございます。